こんにちは、ジェンです。今回は遠藤周作さんの海と毒薬のあらすじの紹介と物語の解説をしたいと思います。どうかよろしくお願いします。戦時中に実際に起こったアメリカ兵に対する人体実験という出来事を元にして綴られたこの衝撃的な作品についてわかりやすく解説いたします。ただこう人体実験という非常にセンシティブな内容を扱っており、ショッキングな描写が含まれておりますので、ご了承ください。それではまったり文学を読む。海と毒薬。時代は第二次世界大戦の末期。私ことある男が東京新宿からだいたい電車で1時間くらいのベッドタウンに引っ越してきたところで物語は始まります。男は肺の病気を患っていたので、週に1回は家の近所の病院に通う必要がありました。しかしそこにいた病院の先生というのがなんとも不気味だったんですよね。スグロという名前の医師でした。スグロは医師としては腕は確かだったんですけれども、どこか不愛想で、そして陰鬱な雰囲気があって怪しかったんですよね。また男は用事で九州のとある町に行くことになりました。そこで男は偶然スグロ医師の噂を耳にすることになります。なんとスグロ医師は戦争中に行われたアメリカ人捕虜を使った人体解剖実験の容疑者の一人だったということでした。町に帰った男はその旨をスグロ医師に伝えました。スグロ医師は動揺し、そしてこれからも同じような境遇に置かれたら僕はやはりあれをやってしまうかもしれないと言いました。そして少しずつ自身の過去について話を始めるのでした。物語は第二次世界大戦の真っ只中の時期に遡ります。九州のとある病院で勤めているスグロ医師はある問題に直面していました。自分の担当している患者である中年女性が正直なところ助かる見込みがなく、いずれ死んでいく運命だったんですよね。そしてその女性を使って結核手術の人体実験をするという動きが病院内でありました。というのも毎晩のように空襲で人が死んで、そして病院でも不治の病、結核が蔓延している。手術をすれば高確率で死んでしまいますが、実験に使わなかったとしてもいずれ半年以内にはその女性は確実に死んでしまう。なら実験をした方がいいのではないか。医学の進歩のために実験が必要というのは確かにその通りのようにスグロ医師は思いました。同僚は空襲で無意味に死ぬよりも医学の進歩のために死ぬのならそれは名誉なことなんだよと主張し、スグロも頭では理解していたのですが、どうしても割り切ることができませんでした。結局中年女性は手術をするよりも先に衰弱によって死んでしまいました。手術自体は実行されませんでしたが、心身ともに疲れ切っていたスグロ医師のもとに病院からとあるオペの参加を命じられました。それはアメリカ人捕虜の生体解剖です。実験の内容というのは、血の代わりに塩水を入れても大丈夫なのはどこまでか、生身の体に空気を注射した時どのくらいまで人は耐えられるのか、人間の肺はどれだけ切除されれば生命活動に問題をきたすのかという残虐極まりない実験でした。アメリカ人は毎日この町に無差別攻撃をしてきて大量の人を殺している。無差別的な爆撃をしたアメリカ人捕虜はどうせ戦争が終わればどうせ死刑になる運命にある。なので人体実験に使うのは悪ではない。本当にそれは悪ではないのか。スグロ医師は葛藤を抱えたままオペへの参加を黙って承諾しました。
今なら人体実験への参加を断ることができると促されもしたのですが、スグロ医師は考えるのが辛くなって無気力状態になっていたので、これも運命だと思ってオペを受け入れました。同僚がなんとなく神は存在するのかな、しないのかなということをぼんやりとつぶやきました。しかしスグロ医師にとってはもはや神がいようがいまいがもうどうでもいいと考えていました。スグロ医師と同僚はアメリカ人捕虜の麻酔を任されました。身体検査と偽って捕虜を手術台に誘導して、そのまま人体解剖を行うことになっていました。しかしいざ手術室で何も知らないアメリカ人捕虜を目の前にしたスグロ医師は泣きそうな声で弱音を吐いてしまいます。スグロ医師の代わりに同僚が捕虜の麻酔を行いました。断るタイミングはいくらでもあったはずだという同僚の言葉がスグロ医師の心に突き刺さりました。そして人体実験が始まりました。手術中、周囲には興味津々でカメラを構えて見物している人がたくさんいました。結局あっけなくアメリカ人捕虜は実験により命を落としました。スグロ医師は呆然と何もできなかったことでオペの参加者からは見放されて、罪悪感に苦しめられて行き場をなくして途方に暮れました。スグロ医師はまともに勤務できる精神状態ではなくなってしまったので病院を辞めることになりました。一方同僚は同僚で殺してしまったアメリカ人捕虜の肉塊を目の前にしても何も感じない自分に恐怖を覚えました。胸の痛みであったり後悔の念というのがあるんだろうと思っていましたが、しかしそのような感情は一切湧かず、同僚はそういった理由で苦しんでいました。病院の屋上でスグロ医師と同僚は顔を合わせました。スグロ医師は自分たちはいつか罰を受けるだろうかとつぶやきました。すると同僚は、世間の罰だけじゃ何も変わらない、自分たちは偶然戦争中の医学部にいたから人体実験に参加しただけだ、自分たちを罰する世間の人間も同じ立場ならオペに参加したはずだと言いました。同僚が去った屋上でスグロ医師は夜の闇の中にちらつく海を眺めました。おしまい。いかがだったでしょうか。この海と毒薬という作品は1957年に遠藤周作さんによって発表された物語です。この作品は第二次世界大戦中の日本で実際に起こった捕虜となったアメリカ兵を人体実験として使用された事件、九州大学生体解剖事件をモチーフにして作られております。海と毒薬という印象的な題名については遠藤さんが物語を作るにあたって九州大学病院に視察に伺った際、雨の中屋上で町と海を見つめて海と毒薬という題名が浮かんだと言われております。海は流れるもの、抗えないけど抗いたいと思う運命であったり、社会の流れなどを表している。毒薬は作中で出てくる麻酔薬であったり、人間の意志や良心を麻痺させてしまうような極限状況のことを表していると考えられております。ラストで描写されている海の波は日本人の同調圧力なんかを表しているのかもしれません。この作品で強調されているのは神様という存在です。その背景には作者の遠藤周作さんがキリスト教の信者であることが関係しております。ですので海と毒薬では神のない日本人の罪の意識というものが主要なテーマとして掲げられております。作中でも自らの行いは許されるのか、神様はいるのか、そういったことが会話の中で登場しております。
アメリカでは多くの割合の人がキリスト教を信仰しています。しかし日本ではほとんどの人が無宗教です。つまりキリスト教には何々は絶対してはいけないという絶対的な規範というものが人間の内側にありますが、日本人には核となる行動を規範するものがないんですよね。つまり日本人は集団的心理と現世の利益という点で動く傾向があるのではないかということです。クリスチャンであれば原理に基づいて強い拒否というのを行うことができますが、そうではない日本人というのは同調圧力に負けてしまう場合があるのではないか。自分自身もクリスチャンであった遠藤周作さんがこのように考えたことが作品のモチーフになっております。またこの作品の主要な問いかけは、医学の進歩のために人間の命を利用する行為は悪であるか、そうではないかという問題です。もちろんどんな理由があったとしても人間の命をなくす行為というのは絶対的な悪であるということは皆さんの共通認識としてあります。それではなぜ作中の登場人物は葛藤していたのでしょうか。それは戦時中に人々が置かれていた状態、命への価値観というのが今と全く異なるからなんですよね。第二次世界大戦の真っ只中ですし、病院で死なんやつは毎晩空襲で死ぬんやと主張されています。また戦争という名目で敵の兵隊を殺す行為自体も正義とされていました。無差別な爆撃を実行していたアメリカ人捕虜もいずれ処刑される運命だった。なのでいずれ時間が経てば死ぬ運命にある、どうせ殺されるのであれば日本の医学の発展のために人体実験として利用するのは正義ではないのかということです。日本人には神の存在というのが欠落している。だからこそ実験の参加者は倫理的な問題に答えを見出すことができなかったんですよね。作中で同僚は人間を押し流す力から解放してくれるのが神の存在ではないのかと主張しております。自分が信仰している宗教、そして神の教えとしていかなる理由があろうと人の命を奪う行為は悪であるという規律や思想が存在すれば、そもそも人体実験が行われることはなかったということです。今していることが正しいのか間違っているのか、それすらも考える必要がない、それは至極当然なことだったということです。ただ日本人には無宗教の人が多いので神も存在しない、だからこそ今正義とも悪とも断言できずに登場人物は押し流されてしまいました。人間を罰することができる神の必要性をクリスチャンの遠藤周作さんは訴えていたとも取ることができます。物語のラスト、スグロ医師が自分たちはいつか罰を受けるだろうかという問いかけに対して、同僚は世間の罰だけじゃ何も変わらないと主張します。世間の罰では何も変わらない。例えば自分たちが法律で罰せられても裁判で有罪になったとしても、それはあくまでも外的要因によって罰せられたに過ぎず、本質的には何も変わっていない。神がいない限り同じように戦争が起こったとしたら、また同じような葛藤の中周囲に流されて同じことを起こしてしまう、そういうことなんですよね。日本人の価値観は一般的に相対的なものでしかなく、本人の考えで生み出されたものではありません。神という絶対的な存在がいなければ人間を罰する明確な定義というのが存在しないんですよね。神なき日本人にとって罪を罰するのは世間です。そしてその世間というのは歴史によって、そして時代の変換によって風潮によって考えが変わっていくものです。なので本質的に日本人は誰も罰してくれる存在というのを持ち合わせていないということになります。実質人間を罰する明確な定義というのが存在しないということです。だからこそ冒頭でスグロ医師は、これからも同じような境遇に置かれたら
僕はやはりあれをやってしまうかもしれないとつぶやいたんですよね。人間の本能というものをストーリーの中に組み込んでいる。人間の本質というものを主人公たちはさらけ出している。人間の生命尊厳について海とドゥコ役を通じて遠藤周作さんは問いかけている。そういった作品になっております。答えを出すのは非常に難しい、そういった作品になっておりますが、ぜひ皆さんも読んでみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。またこのチャンネルでは文学のあらすじや解説を動画にしています。チャンネル登録、高評価していただけるととても幸いです。またいつもコメントいただいている皆さん、ありがとうございます。それではご清聴ありがとうございました。